ブレイクアウト成功。危ない危ない、アクシズ地表でギリギリまで粘りすぎた。最後まで確認できなかったけど、割れたアクシズの後ろ半分が地球に落ちるって話は？それは事実だ。分断の爆発が強すぎたため、それがブレーキになってしまったのだよ。アクシズの後部は地球の重力を振り切れず、落下軌道に乗ってしまった。じゃあ地球に落ちたの？アムロ大さんが言ってたでしょ、ガンダムで押し出してやるって。それにニューガンダム以外にもアクシズの落下を防ぐため敵味方のモビルスーツが協力したんだよ。質量差を考えなさいよ。モビルスーツを何万機集めたって推進エネルギーが足りるはずないじゃない。その認識は極めて正しいが、アクシズの落下が食い止められたのは事実だ。不可思議な虹色の力場が発生してアクシズは押し返され、落下軌道から外れるんだよ。虹色の光って理屈の上ではどうなってるの？サイコフレームには受信した感応波が許容量を超えると発光現象を引き起こすという特質がある。ガンダムに使われてるネオジオン側から提供された新素材。原理は不明だが、その光は時として物理エネルギーに転化するという。半分に割れたアクシズを地球の引力圏から離脱させるほどの力が？あの場にはサイコフレームを搭載したニューガンダム、そしてサザビーがいたからね。アムロ大尉、シャア総帥の感応波がいくら強かったとしてもアクシズとの質量差はどうしようもないと思うんだけど。ユノ姉さん、あそこにいたのは二人だけじゃない。落ちていくアクシズを何万何億もの人たちが見つめていた。宇宙から地球からみんな見てた。ニューガンダムとサザビーだけでそれだけの人間の感応波を受信できたのかという疑念はあるが、莫大な物理的エネルギーを持つフィールドが形成されたことも、落下軌道に入っていたアクシズが落ちなかったのも事実なのだよ。これが後にアクシズショックと呼ばれるシャアの反乱の顛末だ。以前96年のブレイク修正をした時にシャア総帥は行方不明になったと聞いたわ。アムロ大尉も？公式発表では行方不明、地球にかかる光の虹を残してね。それが人を導く未来への架け橋になったかどうか、その答えは続くニューガンダムの系譜と新たなニュータイプの登場を待つことになる。ユニコーンガンダム、そしてバナージ・リンクス君か。地球に落ちなかったアクシズ後部、そこに残されたサザビーからも歴史が生まれるね。取りに行くのか、誰だ？確かにあのモビルスーツは大破してない。でも持ち主の総帥はもう。その黄昏の歴史を紡ぐのはまた別の人。私たちが関わる歴史はここまでだよ。宇宙世紀はこれからも続いていくのだから、レディ・ユノ、君もその道の途中にいる人間だ。先のことを知りすぎるべきではない。私たちのいる歴史、彼方へと続く虹の道か。
このキュベレ見くびってもらっては困る。さて、時の運はどう動くかな。火星の鉄火団本部ね。三日月くんのデータは戻ってきてるから、これで展開が変わるといいけど。気負うな、レディユノ。今回ブレイクミッションとは時間軸が違う。質量兵器ダインスレイブが放たれる前だ。あの攻撃が来る前に準備ができるってことね。クリュセまでダインたちを逃がしたとして、その後はどうするの。前にエドモントンまで護衛したまかない東五之助さんっていたよね。アーブラーの代表に再選した彼に個人情報の改ざんを頼むんだよ。鉄火団団員たち全員のね。火星のクリュセ独立自治区は地球のアーブラウ領、要するに植民地だ。住人の ID 管理はアーブラウで行われている。なるほど、鉄火団は滅びたってことにして地球で別人になろうってことなのね。アドモス商会のクーデリア・アイナ・バーンスタインさんのアイデアでね。撤退、クリセまで撤退。作戦どうなってる、団長。うん、オルガ団長に段取りを確認したいところね。この時点では彼はどこにいるの。どこにもいないよ、団長さんは。え、どういう意味。オルガ・イツカはアドモス商会にてまかない代表と ID 書き換えの段取りをつけた。その後鉄火団本部へ戻る前に暗殺された。嘘でしょ、誰に。アドモス商会のスポンサーでありながらナスタル・エリオンと結託した武器商人がいる。その配下の者に銃撃を受けたのだ。アドモス商会を出たところを襲われるんだよ。その時団員をかばってね。そんな、戦うこともできずに。それが戦士なの、そんな終わり方。終わってはいないよ、ユノ姉さん。団長さんの思い、最後に残した決して止まれなという命令は受け継がれていく。三日月オーガス、三日月オーガス。そうだ、彼を含めた団員全員に団長オルガ・イツカの死は伝わっている。そしてこれからアリアン・ロッドの総攻撃が始まる。動揺はそれほどない。皆団長の命令を果たすべく配置についている。それが鉄火団なのね。行きましょう、一人でも多く生き残って脱出できるように。サバイバー、最後までサバイバー。私たちも止まってはいられないからね。オルガ団長、鉄火団の最後見届けます。鉄火団本部、まだ無事ね。でも、すぐに攻撃が始まるよ。ハマーンカーン、あまり私を落胆させないでくれたまえ。口の利き方には気をつけてもらおう。モビルスーツ隊、前進。いよいよね。来やがったな、ギャラルホルン。オルガ、この機体使わせてもらうぜ。前方にガンダムグシオンリメイクフルシティ。マリー、援護頼む。アキヒロ君、よかった、無事だったのね。ブレイクミッションより前の時間軸だということを忘れるな、レディユノ。戦いはこれから、どんどんモビルスーツが投入されてくるよ。数で来ようが俺たちを止められると思うなよ。でも物量戦では不利よ。団員たちはどうやって脱出を。こっちは片付いたぞ。さすがは筋肉隊隊長。
うちの小隊長にも負けてないわね。ここまで来たら一蓮托生だ。最後になるまで戦ってもらうぜ。そのために我々はここにいる。正しい歴史のためにだ。うん、行くよ。最後まで。さらにギャラルホルン増援。どんどん来るよ。モビルスーツで本部を落とせるならそうしたいだろうし。奴らを近づけさせんな。たとえこの身が擦り切れようとも。あれ、キュウジン君は先行してバルバトスを探している。小隊長君、我々も急ぐぞ。して支援する。分かった。まだ来るのか。しつこいな。向こうは今のところ物量勝負だ。当然だろうな。チッ、叩いても叩いても湧いてきやがる。さっさと終わらせよう。こんなのに時間かけてられない。そうね、戦線が伸びきっちゃったら本部も守りにくくなっちゃう。その本部の状況だけど。よし、周囲に敵兵なし。んじゃあ次はここらでヒーローのお出ましと行こうじゃねえか。見とけよお前ら、俺の実力をよ。友人近いな。彼もここまで来ていたな。だが敵モビルスーツも多数確認。行くしかねえだろ。小隊長さん、レーダーで確認して。当たる、直撃させる。テリア、ぜい終わりだと思う。そこだ。苦しい。これでしまいだ。さあ当てる。いけ、くらえ、ついた。直撃させる。そこ。バ
足引っ張んないでね。どこまで持たせられるか我慢比べだ。秋広アルトランド、ガンダムグシオンリメイクフルシティ、三日月オーガス、ガンダムバルバトスルプスレクス、行くぞ。小隊長もほら、名前とモビルスーツを名乗りましょう。待ちたまえ。水を差して悪いが状況が変わった。鉄火団本部方面へ戻らねばならん。何かあったの？本部の近く、エリア中央に敵多数。マーカーを出したから向かって。
させる。まだか。いけーぞー。てりゃていくよー。そこだ。いけ、フィンファンネル。この場所を知ってる。そうだ、これはあの時の、俺が生まれた時の記憶。俺の命はオルガにもらった。なら、そうだ、決まってる。質量兵器が使われて、やっとブレイクミッションと同じ状況になったところでしょ。トゥルーミッション再登録完了。ユノ、ミッション成功。ユノ、ハロボーイの言った通りだ。ポストディザスターの歴史は正常化した。成功なんてしてないじゃない。
戦いは全然途中。途中じゃないよ。これが精神。ダインスレーブは鉄火弾の悪魔に打ち込まれるのが正しいんだよ。そして悪魔は凛々しき女騎士に打ち取られる。マクギリス・ファリド事件はそれで終わる。それがこの歴史のガンダムをめぐる戦いの終わりなのね。いろいろな人の夢がいろいろな人に受け継がれてね。彼らのいない、でも紛れもない彼らの居場所、生き残った人が光を目指してそれぞれの道を歩き続ける。これでよかったんだよね、オルガ団長、三日月君、鉄火団のみんな。